前髪が邪魔でハサミで切ってたらパッツンになって、でそっからねパッツンにならないように調べてたら、髪の毛前髪が結構減ってしまったクラウドです。はい、そんなねどうでもいい話はさておき、畑迫さんと同部屋実況パート2でございます。はい、初手はプクプクラグーンということでね、部屋は変わりましてね、もうちょっとねレートが高い部屋で僕がぐちゃぐちゃなってね負ける資料で皆さんも見たいかと思うんでね、そう願って、新しい部屋にしたつもりでしたが、まあちょっと一人強い人がいるくらいで、まあ1万部屋くらいのところしか当たりませんでした。というかあんまり部屋ないんすかね。まあ今時間帯言うんすけど、まあこの昼間に撮ってるんですよね。平日じゃね、休日、まあ日曜なんですけどね、撮ってるんですけど、あんま俺ね、そうこのカンストのアカウントで走った時にそんな1万くらいの部屋ばっかり当たるかって言われたらそんなことないんですかね。ないんですけどね、まあ、どうなんですかね。もう最近僕逃げてるからわかんないけど、いや畑作さんがねやると言うからにはやらないとねいけないっすよね。やってくれるんで。そう3位か、いやサンダー来るからなこれ。いやしかも結構奪われたなコイン。これワンチャン負けるフラグあるわ。トゲ来たら負けるし、トゲ来たら負けるし、ここでごっつんこしたら負ける。当たらんかったけど、いやでもワンチャン2位あるんだよな。あれ2位の子消えたな、なら俺1位。え待って、トゲ来るやん、まずいなこれ。そうだよね、ギリギリ間に合うこれ。あ間に合うか、間に合ったよな。あ危な、ワンチャンバックスナイプやったろっかなと思ったけど、僕の偽善心がなんとかなりました。お7777になってほしいですね、縁起がいいので。セブンだけにね、いやセブンだけにねじゃなくてマリカセブンだけにねってやった方がいいですね。いや何言ってるかよくわからんけど次の列いきます。いや DM を送りながらやってるとね、この開幕を取るのを忘れそうになっちゃうんで。あやべえ、これスタートダッシュミスったわ。あそうだよな、爆発するよりかはマシだこれ。今ガンガンぶつかってるの畑迫さん、臭くないだよね。どれ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 、あこの前行った人か、どれ、あこれだわこれ。やっとぶつかり合えた。あやってくれたな、やってくれたな。しょうがない、打開というものを見せてあげましょう。打開なんか分からんけどね、打開なんかよう分からんけど。あこれ畑迫さん待って、待って宇野倉さん待って、スターターしてあげるから待って。あ待って、これいや違うな、真ん中行かねえかな、ここらへん。あ全然違ったわ、待って俺も食らう。あこれまずいな、それ当たりたくねえ。 OKOKOK スリストくれ、これはさすがにきちい気がするな。そのスタートだけは絶対ダメ、まずいなこれ。ちょ頼む、プレミして、プレミしてあ俺がプレミした、まずいな。いやーキノコ保持か、しかもスター保持の人もね多分ねスター保持まんまだよな。そうだよな、しかもコイン0枚だし、トゲ回避どうする、成功する、実況者の鏡として失敗して、失敗してはないな。うわーこれは負けたかな、さすがに。スリストもらえればワンチャンあるんだけど、コインも0枚だし、これとりあえずアイテム取って、いやー昨日1ではさすがに勝てんな。いややっと普通に負けたって感じかなと思ったら、最後の最後に何をしたんだ畑迫さん、何してしまった、僕がフィニッシュブローを決めてしまった。申し訳ない。何があったんだろう、多分順調よく行ってたら勝てたはずなんだけどな。2位スター保持だったしね。いやー、惜しいところでなんかやらかしたみたいですね。後で見に行こう。あ、見てください。縁起がいいですね、ウドクラさん。7777。まさかね、ここで決まるとはね、パチンコ大好き。ですね畑迫さん、いやいいっすね、パチンコ頑張ってください。ちょっと何言ってるかよくわかんないけど、はい3レース目だっけ、ルイージマンションですね。
いややっとね畑作さんと絡むことができました。いやーこれは怒られるな、畑作さんファンからね怒られますね、すいませんね本当に、うん、あやべまずいなこれ、これうどくらさん当たったもんしかして、あ気のせいでしたね、違いましたね。そのファイヤーボールというか、まあセブンのファイヤーボールってなんかあんまり強くないんですよね、うん、8デラックスが強すぎる説はあるんですよね本当に。さあこれそういくんだ、でこれうまいこと緑コーラ当てられたらまずいんだけど、よかったかなこれで、うん、やべえやべえやべえ頑張った。なんだなんでこんなみんなキノコ出るんだ、えいやさすがに違うよ、気のせい、多分気のせいだわ。たまにねそういう、いやいやせっかくのコラボだからそういうのは僕は、うん、そういうことは話したくない、健全な配信がいいんだ僕は。うわーダメだ、さすがにね。まあまあサンダーが来るんでこれはまあいいでしょうって感じかな。さあ畑迫さんはどこにいる、あ5位、6位、あーまあ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 、まあ、これは仕方ないかな、まだね2周目なんでなんとかなるかなって感じなんで、とりあえず畑迫さんがどこにいるか僕はねいちいち確認して、さあ1位の人がちょっとアイテム強いんですけど、これは近畿の使い終わってるよね、そうだよね、ならいいんですよ。誰が持ってる、そのあウドクラさん持ってる、ウドクラさん持ってるよ、いやーその緑コーラ強すぎ、はい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 、はい僕の勝ち。トゲはそこで来たから、来るとしたら最後のね、最後のトゲしかないですよね。サンダーも一回来たから、まあんまりないということで、でしかも俺のケツを掘ってくれた人がケツを掘ってくれたので、これはさすがに勝ったかなと思いますね。はい、ちょっと畑迫さんはとは何も関わることができませんでしたが、ちょっと早くトゲゾを投げすぎたっていう感じかなと思ったら2位ですね。なんだかんだで頑張っておらっしゃる。てかむしろねトゲソー投げなくてもよかった説はあるけどね、まあ投げんかったら俺が余裕で1位になった。7800までいくんだ、マジか、23も上がるんだ、へえ美味しいなこの部屋ね。でも僕が勝ちました。最後か、次は最後ですね。さあラストレース、メイプルツリーハウスで終わり、メイプルツリーハウスで始まりメイプルツリーハウスで終わるという、そういう感じでしょうかね、うん、あそっち行ったんだ、オッケーオッケー、えいやこっちから来てるな多分、うん、やべえやべえも持ってんな、そのそれどうにかしたい、じゃあやられた、みんなに押し出されたって感じな気がしますけど、さあここでキノコを奪ってダッシュしましてね、それはダッシュですということで、なんかボム兵が誰が投げたんだろうかな、あなたですか、あなたが投げましたか、あなたが投げたのはそのボム兵ですか、ポイントのどこで打ってくるかな、トゲゾ来ますよあれ違った、俺が見てるのは畑迫さんじゃなかったぞ、ほらくれ、いやこれは落とす、これは落とす、これは落とす、くそいやそうだよな、オッケーオッケーオッケー、やっと前、これ反射、あー足んねえか、くそ今の当たると思ったちょっとねアイテムもないいいよこういうのがやりたいんだよ、これがマリオカートなんだよ、いやさすがに尻尾なくなってるでしょ、オッケーオッケー、これはキノコを取りたかったけど取れないと、ここら辺でミノさんが欲しかったけど、うわ取られてる、それ俺が欲しかったやつ、いやまずい当たりに行ったら負ける、ただバナナ持ってるマンがうざいんでね、あスナイプしに行ってますね、それはいい判断、僕と対話をしまし、おっと何をしてんだ、何やってんだ団長、いやこれは前行って俺気づいてるからね、トゲなんて、あいやスターは強すぎな、誰持ってんのマジか、いやそれは強すぎ、その人確か6万の人でしたね、あそれは負けるわな、もうあっちから行っても遅いんでね、一応こっちから行きましょう、ちょっとこの差は1位との差はねちょっとね、さすがに追いつけない気がするんで、畑迫さんどこにいるかな今、ちょっと待って暗闇ゾーンは分かんなくなっちゃうし、これもう一回トゲゾー来ないと僕は勝てないな、1位にはなれないんで、畑迫さんは4位、どこ、ああいなくなった、そして最下位と1周遅れで
何やってんだこのゲーム、よく分かんなくなってきたぞ。いやー強いなそのアイテムはね。さすがにこれは俺2かな。うん、2じゃダメですかね、うん、そうですね、うん、まあまあまあマリカー7ではぼちぼち俺の勝ちということで、まあ次ですよね8ダックス。いやでも俺は勝ちに行くからね、うん、俺はもうね4勝4敗5勝3敗くらい狙うからね、うん、いやわからんか、いやどうなるかよくわかんないですけど、まあまあマリカ7はこんな感じということでね、ぜひマリカ7を頑張ってほしいところですね。7勝1敗ですかね、あ7だけに、マリオカート7だけに7勝1敗ということで、畑迫さんは、レート1万まで、ね、目指してくれたら僕は嬉しいなと思います。ぜひ、広めてください。というわけで見てくれた皆さんありがとうございましたね、うん、畑迫さんもありがとう。 you